つの時間だった。ちょっと待って、よいしょ、こんにちは。ぴったり狙い通り休憩時間入ると、ありがとう、配信のために合わせてくれて、生活リズムまで助かります。やっほー、こんにちは。お家に帰ってきたよん、こんにちは。ということでこの時間は何しようかな、なんか何しようかな。いた、悩ましいね。ちょっとどうしよう。こんにちは。さっきの配信の後コンビニ行って、なんだっけ、なんかあの豆腐つくねのサラダみたいなの使って食べたよ。420円もしてびっくりしちゃった。いい値段するのね、サラダって。こんにちは。出勤のために家出た、出ると同時に集中豪雨を食らってスラックスが後ろに出大変。なんかそう、帰り雨降り始めてた。朝濡れるとさ、行きで濡れるとさ、その後すごいさ残念な気持ちになりません？洋服って、帰りならまあ帰って着替えればいいかと思うけど。こんにちは。なんか仕事の行きの時に靴下とか濡れたらもうなんか絶望する。あー、替え持ってくればよかったって。これはあるある。新幹線も雨量規制で断続的に止まってる。え、マジ新幹線止まるほど雨降ってんの？マジか。場所によるのか。大変だ。How old are you? I'm 20 years old. 急に日本語英語。こんにちは。20 20、こんにちは。滋賀と静岡、あ、なるほど、関東の方じゃなくてあっちの方がすごい降ってるってことは、西から東にだいたい天気は移動するから、このあと東京はとんでもねえ雨に見舞われるっていうこと？いやね。初見さん、こんにちは。今日の夜中とかすごい雨になるのかな、それとも明日ぐらいになるのかな。どのくらいのペースで天気が来るかわかんないけど。髪の毛伸びた？そう、エクステでね伸びてます。なんかアメリカ合衆国の天気出てきちゃった。天気調べたらさ、今アメリカにいると思われてる、この iPad に。こんにちは。しけさ、こんにちは。天気、ヤフー天気、東京。ごめん、配信止まっちゃった。で、なんでアメリカの天気出てきたんだろう。こんにちは。今電車の中から見てる。お、ヤッホー、ありがとう、移動中も見てくれて。東京の天気、まあ、この後降る、めっちゃ降るのかな、もしかしたら。わかんないけど、やだね雨。ともちさん、たこちゃん、ありがとうございます。こんにちは。職場近くの松屋で遅めの昼食を取りながら見ます。お、あら、ずいぶん遅いわね。お疲れ様。こんにちは。あ、そうだ、ショールームのね1日目の順位がさっき出てたけど、なかなか厳しいですな。やはりやっぱもっと応援してくれてるサイリン推しの人の人数を増やさないと、こういうイベントはなかなか厳しいよね。
にちは。よいしょ。もっと魅力的な人間にならにゃ。よいしょ。こんにちは。雷嫌いです。まあさ、もうあんま好きじゃないかも。そんなさ、なんか怖いってことはあんまないけど、そう、全然雷余裕だけど好きではないかもしれないな。こんにちは。でも大きい音とかが苦手な人は雷とか辛いよね。結構辛いですよね。なんか YouTube ショートはなんか意味あるんかな。こんにちは。こんにちは。そう、今日はね、何の話しようかな。明日終業式。え、もう夏休み入んの？早っ早っ。いいな、愛媛って早いのか、長野より。しけんさん、こんにちは。通信簿、響きが懐かしい。さやは通知表って呼んでた。懐かしい。すごい、1学期もう終わるんだ。だいたい20日。え、めっちゃ早くない？すご。長野は、長野県は夏休みの始まりは7月の28とかだったよ。1週間ぐらい遅い。いいな、なんかさ、みんなマジ夏休み長くて、ほんと他県が羨ましかった。ずっと思ってた、夏休みみんな長いって。羨ましい。もう夏休みとか存在しない年齢に気づいたらなっちゃったけど、悲しいね。悲しいよ、さやかちゃんは。いいな。でも学生時代のさ、長期休暇ってさ、やっぱりなんか夢とロマンが詰まってたよね。夏休みの宿題多くて泣きそう。いや、早めに終わらすと楽だよ。多分8月末ぐらいまで夏休みでしょ。7月中に終わらせる気持ちでグワーってやると後でめっちゃ楽できるから超おすすめ。さえばいつもそうやってやってた。こんにちは。一生夏休みでも構わない。確かに、のんびり過ごしたいね。9月1日が始業式。夏休み長っ。40日もあるやん。余裕すぎるね。いいなぁ。最後そのさ、な、違う、ちなみに長野県の夏休みはお盆明けたらあの夏休み終わるんで。そう、8月20日とかにはもう学校始まってましたかね。お盆がいつ終わるかちょっとあんまよく分かってないんだけど、とりあえず2週50分と終わり。お、ありがとう、天才、いつもやってくれる。こんにちは、フォローしました、ありがとうございます。もうこの話何度もこすってるけどね、夏休みが、夏休みっていうか長野県長期休み短すぎて学生に優しくない県ランキング1位なんじゃないか説。そう、これもね、何度もこすったネタですけど、大学生の夏休みは2ヶ月。大学生はなんか長いって言いますよね、夏休みもとか春休みとか。そう、こんにちは。なんで大学ってあんな夏休み長いんだろう。さらに大学生、うん、さらは大学生じゃないよ全然。キャラさん、タコちゃん、ありがとうございます。よいし
田植え休みと田舎休みなんてありません。いつもは梅雨明けして夏休みって感じだったのに、今年は梅雨明けが早すぎた。確かに大学生なんですけど、夏休み2ヶ月近くある。大学生は長いって言うよね。卒業した？いや、それは大学行ってないです。とりあえず行ける枠は星投げカウント頑張りますね。ありがとう。それ育成つけてます。夏休み長すぎても友達会えないからつまんない。めっちゃ学校好きなんだね。素敵。最後夏休み無限に欲しかったよ。夏休み中は仲いい友達とゲームしたりとか遊んだりプール行ったりしてたよ、小学校の時とか。懐かしい。こんにちは。最後夏休み大好きだった。引きこもってられるからね。最近会ったメンバー8だったら今日セリちゃんと会いましたよ。チーム A だったんで今日。高校生の頃夏休み短くなってほしかった人、部活が嫌だった。確かに部活やってる人は夏休みとか関係ないって言いますよね。まあ、それも合唱部入ってたけど、夏休み行ってたような気がするけど、すげえ嫌だったな。なんかね、夏のコンクールとかがあるんですよ、合唱部って。それでなんか行ったりしてたな。なんかさ、エアコンとかがないからさ、学校扇風機と窓ガン開けでやってたけど、めっちゃ暑かったの覚えてる。懐かしい。こんにちは。いやでも友達に会いたいならさ、あれじゃない、遊び誘えばいいんじゃない、夏休みだし。せっかく、あ、夏合宿とかある部活は辛い。よくすいやよくそんなので、いや、そんなのっていう言い方は違うけど、なんかそんな頑張れるな、すげえなって。私にはその気力はないと思って、マジで部活やってる人尊敬してた。その点合唱部はね、緩かったんで。ケンケンさん、タコちゃんありがとう。一日練習が地獄のようにあって無理味が深かった。つら。それは夏休み嫌だわ。気持ちわかる。高級時計が目に眩しいです。でもこれアプローチいくらだっけ、3万円ぐらい。時計の中だとめちゃくちゃ破格だけど、安いけどね。腕時計なんてさ、上がとんでもない振り幅あるじゃん。何千万何億みたいな、億はあるか分かんないけど、何千万何百万ってするから、その中で3万円はかなりリーズナブルな方だと思うけどね。こんにちは。よいしょ。確かに。でしょ？祝日も嫌い。祝日はね、部活あるもんね。関係ないもんね。でも土日とか祝日とか学校が休みの日の部活めっちゃ嫌だった。マジで嫌だった。本当に嫌だった。長く使えるのが一番。確かに、まあアップルウォッチはあれだしね、時計の機能だけじゃないしね。エイズの日やフェスのレッスン等々があるから、夏休みなかなかお友達と遊べない。まあそうですね。でも小中はさ、別にさ、まだ8入ってなかったから全然遊んでたけど、高校はなんか夏休みがなんかね遅かったんですよ。始まるのがずれてたの、なんか他の学校と。そうだから全然8の日のリハとかがまだ全然学校で、逆に大変だったかも。エイトの日が終わってから夏休みとかだったよ。高校はなんか夏休みの期間がちょっと普通の学校と違ってて、ずれてて、そうだからめっちゃ大変だった。でも夏休みはだから暇だったよね。活動がエイトの日終わるとさ、なんか落ち着くじゃないですか、エイトの活動って。一旦そう
だからめっちゃ暇だった。夏休みやることなみたいな。高校の夏休みマジでやることないじゃんずっと思ってたよ。こんにちは。その点今は祝日とか夏休みはメンバーに会えるから大好き。間違いないね。学校あるのに8の日のリハーすごすぎ。えさやさん8の日の次の日8月9日がなんかめっちゃデカレポートの提出日で、なんかその提出のためにさ爆速で長野に帰ったりとかしてた。そうなんかもうそのレポートで点取れなかった留年みたいなめちゃデカレポートがあったの。そう留年は嘘だな、でも単位取れないみたいな感じの、そうそうそう、めちゃデカレポートを出すために8の日終わった瞬間に帰ったりしたわ。しかもその提出がさ学校のパソコン使わないとできなかったの。だから別に自分のパソコンでできたら東京にパソコン持ってって合間とかでやって送信できればよかったんだけど、学校のパソコンじゃないとできないレポートでめっちゃ大変だったの覚えてる。うちの地方は冬休みが長くて夏休みは短い。長野県はね夏休みも冬休みも短いよ。ちなみにね、そうすんごいやつの前に8の日があったの。そうだからなんか8の日のリハに行く前なんか8月の1日とか2日ぐらいに人よりめっちゃ早くレポート進めておいて、もうほぼ提出できるみたいにしてんだして行って、でなんか最終仕上げだけして提出みたいな。そうその時の8の日の会場東京でよかったね、地方会場だった。でも地方でも別に次の日には帰ってこれるからね、どこでも。こんにちは。その時どこだったんだろう8の日。3年前ってどこだ、豊洲ピットとかだったかな。こんにちは。休み少ないから県民の学力が高い。いや、まあ、あんま大きな声で言うもんではないんですけど、長野県ねなんか県ごとの学力ランキングあんま高くないんですよね。大阪とかが高かった気がする。さやたちが中学生だった時あんま長野なんか休みめっちゃ少ない割にあんま学力高くなくって、はて、まあだから量より質なんだろうね勉強は。時間を長くすればいいってもんじゃない。こんにちは。時間がねどれだけ長く授業いっぱいやっても メンバーじゃないや、いや生徒にねやる気がなかったらね意味ないですから。そうだから不思議だったの、それはめっちゃ不思議だった。もう分かんない、今は改善されてるのかな分かんない、最近の学力ランキングちょっと見てないんですけど。大阪のグランキューブかな、分かんない、大阪だったかも。じゃあ大阪から帰ってきたんだろうねきっと。どうやって帰ってきてたんだろう、名古屋経由で来たんかな、全然覚えてないや大阪からの帰り。こんにちは。大阪はねなんかいろんな行き方したことある。石川の方から回ったこともあるし、北陸新幹線を上に行って特急で大阪まで行くみたいなこともしたことあるし、東京経由で行ったこともあるし、そう名古屋経由で行ったこともある、いつだろう、何年前のか分からん、1年か2年のどっちかやけど忘れてもうた。こんにちは。懐かしいね学生時代。なんか今ショールームの画面バグりすぎてて、コメントは動いてるけどこの下の、アバターたちが何も動いてない。こ
こんにちは。このレポート何年の時だったんだろう。1年だっけな、忘れちゃったな。人間すぐ記憶忘れちゃうんだ。記憶がもろすぎる。こんにちは。よいしょ。でもさ、まあちょっと話は変わるんですけど、最近めっちゃさ地元に帰りたくて、めっちゃ長野に帰りたくて、ずっと帰りたいなって考えてる常に。でも帰れる暇はないからさ、エリタの日終わったらぽっちゃん劇場が始まるけど、どっか1週間ぐらい空いたら帰りたいね、長野にね。お疲れ様です。こんにちは。皆さんこんにちは、ありがとうございます。こんな中途半端な時間に、いっちゃ見にくい時間ですよね。まあ、でもちょっとね、この時間にこういうちょっと変わった時間にやると新しい視聴者の方がね来てくれたりするので、ちょっとこういう変な時間も許してください。次のね配信が何時だっけ、6時、忘れちゃった。次何時からだっけ。さやがツイッターで自分の投稿を見るよりみんなから送られてくる方が早そう。あ、私の方が早かった。6時25分から。ここの配信はね、ご飯を作るか食べるかなんかしてると思います。そう、ちょっと書かなきゃ。もう終わりがけだけど一応書いとこう。よいしょ。15時50まで。次枠18時25から。そう、なんかさ、何やったっけ、星投げしてるとねちょっとずれたりするらしいので、ちょっと5分でね途中でずらしておりますので、ちょっと次の時間間違えないように来てもらえればと思います。今めっちゃ暇な時間。あ、本当？よかったよかった。よいしょ。古い視聴者で申し訳ねえ。なんかさ、なんだろう、新しいファンの人を増やしていかないとさ、絶対さ全ての物事は衰退すると思うからさ、新しい人来てほしいって言うとさ絶対そうやって言葉狩りしてくるからさ、なんか何も言えなくなっちゃう。しげさん、はじめまして、こんにちは。そう、18時25分の会話してほしい。17時40分です。正解、ありがとうございます。よいしょ。なんだって、ベルトポーチは使えると思っていたところ、小物入れもベルトポーチ仕様が多いと気づきたくさん発生しました。どういうこと。でもなんか両手開くカバンって基本楽だよね。こうやってさずっと持たなきゃいけないやつとか、トートバッグみたいなやつもね大変だなと思う、撫で方だから。肩にかけといてもさ、撫で方だからさスルッと落ちていくんですよ。だからこうずっとここ握ってなきゃいけないから、結局片手閉じちゃうからさ、なんかこう肩掛けとかさ、リュックとかがやっぱ楽だなって思っちゃうね。あとまあベルトポーチはまさに持ってないけど、あれも男性とかだったらそのファッションにも合わせやすいしいいよね。初見です。お、初見さんこんにちは。あ、撫で方同盟組めそう。私も撫で方なんて分かります。撫で方困るよね結構。リュックまま落ちてくるんですけどね。配信時間確定だったら予約入れてくれるとありがたい。そうだ、前回のねイベントで予約に入れた方がいいっていうのをね学んだのに、さやは完全にショールームの予約機能を忘れてた。この配信終わったらとりあえず今日の分の予定は入れておきます。こんにちは、失礼つかまつりました。完全に忘れた。教えてくれてありがとう。リュックが一番困ってた。だからもうリュックはさ、この肩掛けの
ここにあのカチャンカチャンがついてるさ、あの登山用リュックみたいなやつがいっちゃいいよね。絶対落ちてこないもんあれ。そう、あれめちゃくちゃダサいけどめちゃくちゃいいよね。おしゃれカバンにはつけれないけど、なんかさ、そのスポーツする格好の時とかさ、あのスポーティーな服着てる時はさ、こういうやつでも全然いいんだけどさ、なんかおしゃれなリュックあるじゃん、ちっちゃめのあんま荷物入らんやろみたいなリュック、ああいう時はもうなんか肩から落ちないように祈るしかないみたいな。あ、3週終了ありがとう。あれつけたら友達なんでつけてなんてよく言われた、つけてたんかい。かわいい、いいね。まあでもやっぱおしゃれより実利ってとこありますよね。実利、機能性重視っていうところはありますね。こんにちは。でもリュックさ、めっちゃ楽なんだけど、リュックのダメなところはパッと物を取り出せないところですね。そう、なんか大きい荷物とか重い荷物持つときはリュックがいいんだけど、なんかチョコマか何か出したいときはリュックはいちいちこう下ろして開けてみたいなのが大変やから、そういうときはなんか肩掛けバッグとかトートバッグとかの方が楽だなと思う。このだからその何を持っていくかによってカバンを最近使い分けてます。こんにちは、星投げるよ、ありがとうございます、優しい。そう、リュックね、中でシェイクされてね、マジで探すの大変だよね、ごちゃごちゃして。こんにちは皆さん、 Good afternoon, I'm Kevin from Indonesia. Oh, thank you for coming. I'm Sayaka. Nice to meet you. ショルダーカバン使ってたら肩こりひどくなった。確かに肩こりはもうなんか荷物を持つときはもうしょうがないね。ギリギリ最初できた、お、ありがとう。両肩にかけると背中が見える。確かにこの時期は背中びしょびしょになったりするよね、リュック背負ってると汗で。さあそんな感じで、ちょっとねそろそろ終わりにしますのでランキング見ます。13位信州さんありがとうございます。12位村井富夫さんありがとうございます。11位リサちゃんありがとうございます。10位ピアノマンさんありがとうございます。9位キューちゃんさんありがとうございます。すごい、9位のキューちゃんさん。8位 S さんありがとうございます。7位フーディーさんありがとうございます。6位わさっぴさんありがとうございます。5位ゆいかちゃんありがとうございます。4位ケンソリセブンさんありがとうございます。3位ケンケンさんありがとうございます。2位ともちさんありがとうございます。そして1位はキャランさんありがとうございます。イエーイ、バッグ使い分けさすが。なんか最近バッグいろいろなんか使うようにしてる。でもバッグを変えると忘れ物めっちゃすんだけどね。あー財布入れ替え忘れたとかさ、めっちゃよくある。イヤホン忘れたとか。だからカバンを変えるときはマジで細心の注意を払わないといけないっていう。配信ありがとう、充実した昼休憩でした、来てくれてありがとう。またねまたね、配信ありがとうございました、こちらこそ来てくれてありがとう。また次か次の枠で来れるときに見に来てください、よろしくお願いします。私は次18時25分からやりますので、もし見れたら見てください。その後ね、あと残り3回かな今日配信。そうなので全然あのまだあるんで、あの見れるときに見に来てくれたらいいなと思います。よろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。